ローレン。ごめんなさい、スコット。私の助言に従うべきだったな。調査を打ち切るよう言っただろう。あんたの息子は殺人鬼だ。一体何人殺せば気が済むんだ。欠点があっても私の息子だ。まあ、子供のいない君には理解できないだろうがね。他に選択肢はない。調査は打ち切りだ。永遠にな。私に近づくな。撃つぞ、このゲス野郎。お願いだ。父よ、ローレンは死んだ。お前のせいだ。やめてくれ、頼む。この通りだ。お前の
バカ息子が子供らを殺したんだろう。折り紙殺人鬼だ。違う違う、あの子は無実だ、犯人じゃない、違うんだ。嘘をつくな、おい。本当のこと言え。やめろ、お願いだ、殺さないでくれ。これが最後だ。知らない、誓うよ、私は何も知らない。もう、やめろ、やめろ、頼む、話すから、何もかも話す。ゴーディはいつも楽しみを求めていた。あいつは折り紙殺人鬼になりたかったんだ。子供を誘拐して水の中に長くつけすぎたんだ。事故だったんだ、不幸な事故だった。楽しみたかっただけなんだ、そう言ってた。泣いていたよ、自分のしたことを悔やんでいた。だがそれでもあいつは私の息子なんだ。誰も悲しまない。なんだと。ゴーディが殺した少年だ、誰が悲しむ。そこら辺に転がってるゴミだ。お前は最悪の豚野郎だ。ジョン・シェパードはなぜ彼の墓に花を供える。私は事故のあった建築現場を所有していた。一生忘れん。30年間ずっと花を供え続けている。双子の弟がいたはずだ、彼はどうなった。さあな、養子にもらわれていったはずだ。母親が知っているだろう。名前はアンシェパードだ。あのローレンって女だが、どうってことはない。すぐに忘れられる。俺のために働いて報酬は払う。好きなだけ女を囲えるぞ。彼女のことを口にするな、いいか、二度と。早く薬を取ってくれ。引き出した。シェルビー、戻れ。私の命令だ、戻ってこい。